左右面打ち素振りは左右とも斜め45度の角度から竹刀を振り下ろす素振りです。滑らかな竹刀操作を習得するためにも有効と言えます。中段の構えから竹刀を振りかぶりながら右足を前に踏み出します。左足を引きつけながら右斜め45度の軌道で竹刀を振り下ろします。手首のスナップを効かせ相手の左面を狙って打ちます。左足から後方に下がり、今度は左斜め45度の刃筋で右面を狙って竹刀を振り下ろします。この一連の動作を繰り返します。この時左右の腕の力を均等に使うことがポイントとなります。左拳が正中線から外れないよう注意しておきましょう。前進・後退以外にも開き足を使って左右に体をさばきながら行う方法も覚えておくと良いでしょう。